はい、じゃあ次、油田の開発です。これが、2個目。うん、2個目なんですよ。このゲームのメインになってくるところになります。まず、表向いてること。どこの開発をするかなっていうのを選んでください。うん、表向いてるところから選びます、最初。はい。じゃあここで開発したいなって思いました、僕が。うん、はい。そしたら、じゃあここを選びましょう。うん。そしたら、使う技術をまず裏向けずにこういう風にちょっと手前に分かりやすく自分の中で出しといてください。こういう風に、もちろんこれが揃ってることがじゃあ OK ね。うん。でスパナー雷お金3円っていうのをやります。お金も払ってください、ストックに。そしてこのこれ条件タイル、これをここにこれを立てるための条件はこれですよっていうことを表してるのね。条件タイルを手元に置きます。これを持っていればゲーム終了時に2点になるよということになります。これは手番のプレイヤーの人です。だから早いもんがちゃね、これは正直なります。そしたらですね、ここにこのこれプラットフォームっていうんだけども、このコマを1個置きます。はいはい。でさっき言ったところの協力ですね。一人じゃ無理やわってなった時にちょっと誰か行けませんかって言って一人だけ募ってください。正直これはこのゲームにもルールにも書いてたけども、協力しないした方が絶対的にメリットがある、うん、なんかこの手のゲームってさ、例えばさ協力したらさ報酬が半分半分とかになったりしがちやねんけれども、うん、一切ない、両方とも満額もらえる、うん、なのでガンガン正直やった方がいい、うん、なるほどね、うん、がゆえにその周りのじゃあ俺とやってよっていうこのアプローチ力結構いいかなと思います、うん、はい。で、ほんまにそれ2人で協力者ってこれを出す、うん、っていう感じ。ただこれがもらえるのは手番の人だけです、うん、で、じゃあ例えば俺があんたと協力しました、これをやりました、出しまいました、なんかしらで立てます。そしたら立てれます、うん、あんたも立てれます。だからこれ2つあるんです、うん、エリアが。そういうこと。だから1人しか無理ってことね、逆に言えば募って協力する。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうことになります。はい。で自由に交渉して大丈夫です、そこは。それ一人でやったら2つ置くの、自分でいるの、はい、1個。え、1個ね、うん、1個で大丈夫です、はい、そこは。はい、っていうような感じ。これが油田の開発で、油田の開発が終わったら、例えば俺が今一人でやりました、悩みでやりました、そしてからこれまだ同じアクションね、2個目のアクションね、このまま続きます。こっから掘っていきます、はい、今から油田の採掘が始まります。これはめちゃめちゃそのままで1枚ずつ引いていく、しっかりと1枚ずつ確認して引いていく。これが4つ止めるか止めないかっていうのをやってください。あ、3つじゃない3つまでじゃない、あ、ごめん、そう、3つまではセーフで、で、面白いのが2円払えば2個取っていいです。1枚毎回、まあ、あ、なるほどね、こうやって普通に引いていくんだけども、引く前に2円払えば2個取って見て OK ます。どっちか1個で、3回でも2円ある限りね、あるんやったらね、うん、1枚引くために2円って感じ。最後のラストスパで、うん、でこれの面白いのが、例えばリナさんと協力しました、うん、そしたらこの2円をここの相談もあんたとしていかなかね、まだ引くどうする、なるほど、ね、で最終決定権は手番プレイヤー、はいはいはい、でこの2円も例えば1円1円出すとか、うん、あんたが2円出すっていうのもありになります。ここははいになっていきます。で、やっていく。で、ここで、どれだけ引いたかによって得点が変わってきます。まあ、いろいろ引いていくと、お金とか書いてあったりするのね。例えば、極端な話な。こうやって引きました。そしたら、ここでやめたとするやんか、俺が。何もらえんの？そしたら、まず、見えているお金が全部もらえます。まず、1円、この時点でゲットできます。これを、これも、この1円は、あんたと協力してたら、あんたも1円もらえる。俺も1円もらえる。この効果は、あんたも適用される。全部、協力したらそうなってくる。めっちゃいいじゃん。そう。オッケー？はい。で、最後、3つ目のアクションになります。石油の輸出。これ。これが、勝利点であったり、お金に変えることができるんです。だから、これもやっぱり集めていかないといけないんです。ゲームの終了タイミングは、これを、どんどん、こっから補充していくやんか。これを引かないといけないときに、引けない、ストックが尽きているか、もしくはこの条件タイルがこれ全部で14枚あんのかな、14枚あんねんけども、
これ取っていくやんか、どんどんさ。が、残り3枚になった時。はい。で、ゲーム終了は、これ、まず、得点計算なんですけれども、ですね。この、どんどんこう、繋いでいくやんか。こういう風に。こことここが繋がってれば、俺2点入ります。これ最後？うん、最終計算の話。2点入ります。2点入ります。繋がってる分だけ、2点、2点、2点って入る。だから俺頑張ってこことか置きたいところよね。うん。繋がってる分だけいっぱい入っていきます。ここが5枚映ってました。俺とあんたで協力して掘っていきました。そしたら、5、3、15ってことで。だからここなんよ。誰と、同じ色だけじゃないね。この効果によって誰と協力するかがめちゃめちゃ大事になってくるわけよ。そうそう、そういうこと。その都度説明した方がいいかな。それでいい。大体それでいきましょう。やったぜ。ついに始まります。遊べますよ。ごめんなさい。お待たせいたしました。ちょっとやっぱり長いゲームあれ本当に申し訳ない時間がかかってしまいまして、すみませんね。おしっこ大事です。いいよ。おしっこ対決。おしっこ対決。やばいな。どういう対決すればいい？この方が絶対強いね。どういうこと？飛距離やろ。あ、飛距離なんや。おしっこ対決は飛距離。では、キーさん、お願いします。え？せやろ。この手のゲーム、いきなり振られると、めっちゃなる。まあ、購入か、採掘か、ただ採掘はまだできへんね。どっちにしろ。じゃあ、そうですね。じゃあ1ください。1で、はい、僕3払いましょう。わかりました。じゃあ3払った感がなんだ。こうね。うん。で、行きまして、使う。うん、ほんで、これは俺がいただくと。はい。2点でした。うん、で、掘る、うん。で、ここで隣接してるところが、表に、向くと。やっぱり高いんですよ、この3とかは。結構、なかなか大変。うんうん、はい。で、掘ると、うん、うちらは3ですからね。そうね。もう正直俺の考え的には金は使っても最初金やっぱりな点数じゃないですよ最初は、うん、金ですよ。あそこ買いたいで後々次でしょとか、うん、お金いるでおいおいおい、いけいけどんどんいけいけ、もうあと1個ですよ。ピンチ。2が出ることどうする？俺は行くけど、いや行こうか。じゃあいいよ。2が出ることはまずさすがにないと思うから。ゼロやったらゼロな、セーフ。危な。だから、でも金は、金は貯まった、ね。ここでやめれば、うん、3。かけ3ってこと？残が9か。残が9。めっちゃもらえるやん。これは何やったっけ？ 1 個もらえるやん。1個ずつ。これさ、ちょっと1円ずつ払ってやってみる？ああ、いいよ。そうしようか。うん。ほんなら、あんた2円もらえばいいやろ。そうね。はい。はい。で、2枚引いて、イエーイ、おいおい、終わった。さっき言っといてもいいんか、あっちが買うときに。ん？買う、あっちの手番で別に次買おうよって言ってもいいんか、別に。あ、いいよ。もうそこは、それは守るかどうか。守るかどうかはそれは知らんから。あ、まあ、その都度、状況変わってくるから、うん。あー、なるほどね。じゃあ山、すぐには繋がらんけど、ここ、いかへん。これ、真ん中やん。結構繋がるね。繋がりやすい。ああ、雷ね。そう、あっちが買うから雷を。なるほどな。次の手番で。結構好きやな、このゲーム、俺は。昨日のエヴァよりは好きやな。エヴァよりは面白さは俺は感じてます。いくらこれ。これはマイナーやからね、8000ぐらいしたよ。これは、ね、需要がだいぶ少ないし、持ってる人かなり少ない。例えばさ、リナさん、さん、はい、俺がさ、勝ったとするじゃん、俺のターンでこれを。私が買うで、多分それ。あの、今回のターンでできんかったら。あんたが買う？うん。うん、まあ、だから次で一緒にやろうよってことやろ。うん、そうそう。だから、あんたは、こっちと行くか、こっちと行くかや。まあ、そうやな。で、まだできひんって言ったから、うん、やるならあんたやね。うん。ええ。でも、その分さ、私お金減ってるから、払ってくれる、うん、これ、うち、あ、2円安く立てれるから。ああ、あれや。安くはできる。あの、リナ嬢が。もうそこは自分で考えてる。じゃあ、私3円しか持ってないんで、ね。で、2円で買うやろ。うん、今、あっちがな。そうそうそう。で、次のターンで言うと、私1円しか持ってないから、4円払うなから、今まだ。まあ、後ほど借金として持っといて返すっていうで。でもさ、キーさんとどこで、どっかで行きたい。あ、でもな。ひらひらま
だこっからやな。まだやちょっとね。俺は金もあんねん。金ないんだよ。金ないんですもん。でも、でも、うち、実質に3円持ってみたいな感じだからね、実質は。じゃあ、うん、それな。じゃあ、私は1円出そう。1なんで、1出せんやろ、うん、で、俺が2円出せばいいの。2出して。ないねんな。ないねん。オッケー。ないねんなんて、あんた、あっちこっち2個出してんねんから、それぐらい。でも、うち2円、実質3円出してるからね。ああ、まあ、言ったらね。で金2倍と1個下からと1個下から素晴らしい。はい、行こうよ。でこれはあんたが取んねん、うん、そうね。あ、欲しかったな、欲しかったな。うん、でこうな、でここが開く。ごめん、そこだった、こんな感じ。うわ、えぐいな。どうやってか、でもカードやっぱもっと集めなきゃ、うん、よっしゃ、りなさん、こっからですよ、僕らは。そうね、1個下から行っていいんやろ、これやから。そう任し頼むで、ほんまに。ほら、あんた行くか。いいやんだやんだやんだ、私やる、私やる。おーいっしょー、もうあんた怖っ。じゃあ2円払おうか。あ、払ってくれる。いや、あれ欲しいな、うちらはな、ね、やったり頼むで、ほんまに。それでも2個出たらほんまに負け。いいだからさ、まだ決めたのか。え、ガチあ、そんなことあるんや。ごめんな。もう嫌いやんた。組む人間違えや、ほんまに。株式会社。自分の金も分かってへんしよ。株式会社渡辺。どうよ。たまらんわ。渡辺エレメンツ。じゃあ山田が次これ買うやんか。そうよ。そしたら次いけるくない、ここ二人で。ここ。もういいよ。だってここ取られたくなくない。うん、まあまあ言うな言うな。何言うやねん。これもめくれられるしな。めくれられるし、ほんまに。たまらんわ。いいよ、別に。なるほどな。なんか。確実に協力ありきのゲームやな、これはな。ほんまにな。うん、さ。あ、金。マジで。金がないんか。ほんまに何があったら知らんけど、金がないんや。難しいな。リナ嬢とそろそろ協力したい気もすんねんけどな、まだ。リナさんさ、来た来た来た。絶対山田と協力した方がいいよ。いやいや、マッチや、キキや。何よ。やっぱりさ、もうちょい掘りたいやん、夢みたいな。ドリームジャンボ。秋のオータム、オータム、オータム宝くじ。ここはあんたといけんで。あ？めっちゃ。なんでそんなとこ行かなあかんねん。掘ってみたら、掘りたいやん。あんた掘りたいだけやろ、それは。せめて繋げてくれよ。既存、いいよ。行けばいいやろ。ほんまに、あんたはよう言うたで。行く行く、見ときや。うん、ほら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 。2枚引くねんな。1枚ずつ引いて。あの、ポンポンって出して。あ、オッケーオッケー。何笑っとんの？笑っとんのがちゃう。大丈夫やって引くて、見ときや。これな。うわぁドリームジャンボ3億円好きにしてんの次のリナ嬢のターンでいいんやったら山田一緒にここ掘るで山田が買ってあげる。しかもあーなるほど、買ってあげちゃう。これだからね、リナさん、うん、やっぱ逆転劇俺らで見た時できんのかよ。いけるってプランはある。ほんまか、うん、言うてみプラン、それ前言ってみ。プラン何からいく？ A、B、いろいろあるけど。いっぱいあるんや。そうだよ。確かに頭、うんうんうん、何通りあんねん。ちょ俺ってなんでボードゲーム弱いんやろな、最近考えてんだけど。いや別に A だよね、負けられないけど、うん、ルール一番俺が把握してるはずやんか、本来は、うん、ここ帰ってもいいやろ、6円で。あ、うん、あんたそんなことすんの？なんでマジ6円以下やもん、あんた。あ、ほんまや。やばいってこの人。余裕出んねん、これ半学生よ。でも湧いてやばいって怖いって。いるよな、でもこういう人。いや、ほんまに。お金ないのに買おうとする人。なんて言った、あんた。どんで。上うん。上どこよ。ここよ。なんでそこ行きたいの。あんた行きたくないの。いや、つながるからな、多分。そう。こっちとかも行く。こっちも安い。そこは千山田と行くで。うーん。ごめんな。のび太ごめんな、これは。二人用なんだっていうやつだな。そうそう。そうなやつな。くっそー。ふ
風組む相手でこんながあんのが。なんでええ感じに出してもうてんの。かわいそう、渡辺さん。いっけやる。つらいな。奉仕の人やな。人のはいいの出すよと。そう。うん。おー、はい、いい、いい。得点がすごいよ。はい、オッケーオッケーオッケー。キャベツソロ。これはいい。これでやめよう。うん、やめよう。キャベツソロで8。8。よっしゃ。一個下からいけんねんな。ホリホリパーティー。リナジョ頑張るぜ。もう金金はなんか、かけにかけにで買ったら。かけ3やな。リナジョかわいそうやわ、もう。ほんまに。もう、怖いよ。いやな。あ、でも、一番意味ない、こんなん。ないんか。何も意味ない。なんで一個下行ったやん。一個下行っただけで何も意味ないやんけ。いけるいける。あ、いいよいいよ。怖いな。怖いわ、これほんまに。金が出やな、この組み合わせはいいんだよね、あんたのね。まあ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 、今、この。おぉ、まだあと2個が出えへんかったらいいってことやんな。そうやね。どうする、やめとかへん。私ら今までこれで毎回ミスってんで。2円。その顔、その顔。この顔好き。2円出したらいい。2、3が6円もらえんねんで。2円出したらまだ引けるで。そう、2円出したら。2円出したらええよ。2円出して両方。で、そのパターンでミスってるって言うから。そう、そう。もうやめよ。お前はバカか。いやいや、マジ、これ補填してくれんの、それで。これ、手番だね。あんたや。今、僕の手番、はいはいはい、そう、最終決定権は。あーもう最悪。俺にあるっていう。あーもういやいや、ちょっと。な、ちょっと、じゃあ、わかったわかったわかった。はいはいはい、おーれ。おーれ。あんたは、じゃあ、反対かな。反対かな。6円か。だってさ、次でコイン出へんかったら意味ないで。2円出して。え？メリット少ないな。ここ山田、うん、でもこことつながれてる。応じましょう。おお。でもここにおるよりもさ、見てもらえる。そっか。しょうがないか。どこさっき言ってたと思う。何してもいいって言ったから。うん。いいよ。おお。じゃあ6点、6円、6円な。6円もらおう。で、あと点数が3点、3点、3点な。うん、安牌いったよ。お芋さんと呼ばせていただきます。お芋さん焼き芋さん。だからさ、これは安牌いくつさ、うん、まあ一回ちょっと引いてみてもいいで。でもやっぱりもう大丈夫。どういうこと？今2枚引いてみてもいいで。あ、もう終わったって言って、ね、うん、終わってるからね。絶対いける。これはね、これこういう時はいけるね、いけるね、絶対、まあ、だいたいそうよ。あ、でも微妙。あ、これがホラーやったな。ほら、言っといた方がよかった。いや、今やから言えんね。ほんまに。大バカ者め。大バカ者やな。はい、ほんで。よし、行くぞ。5個いけるからね。いやー、結構山だなぁ。おーい、もう最、いきなり出る、それも。最初にしんどいのを出せば。え、でもこれ使ってんの、うん、うん。だから、あとまだ3つ出せる。うん。やばい、ほんまにそう。どうする、あんた最後助けて。あんた一回引いてみ。かわいそうやわ、リナジョーが。この状況からのパス。ほんまにこんなについてない人にさ、かもね。ほんまやで、あんたスパイシーな。2円払うわ。おお、あんだけガレガレ当てたのに俺。いや、もうここで引かされても怖いねんけど、あっち1枚ずつだし、1枚ずつせやな。はもう、いや、おい、おお、まあ、リナちゃんがやった方が良かったかもね。ああ、一緒や、一緒、一緒。じゃあまあどっちでも一緒からね。やめとくかって感じやな。確かに。どうする、あと2円いくか。まあ3円あるしな、まだ。ありがとうな。ごめんな、俺1000も払ってないよ。ひも。ほんとそれ、これをひもと呼ぶ。ほんまに。すんませんな。まあまだこれ1個やったら大丈夫だよ。それでやめれるわ。これでドラム缶ゲットできるのでかいの。あ、もうこっちやろ、絶対。そっちやね、うん。俺もドラム缶欲しいんどん。欲しいんどん。じゃあだから3ね。これプラスで。もうここで終わんの？終わるでしょ。え、終わらへんの？いやいや、あんたお金もある。絶対やめた方がいい。え？絶対やめた方がいい。いやいや、違う。あんたのさ、ちゃん、発想が。やばいやばいやばい。ちゃん、気がいいやで、こんなにやばい。あんたさ、ちゃん、いや、ええで。何、あ、今あんたの手前やろ。なんか最終決定権あんたがやんねんけど、あんたのさ、まず3円あるしとか言うたから、あ、行くんかなって思ったの、俺は。3円あるしっていう。そうやね。なかなか1点やで。
なら、だから、やめるに決まってるやろ、バカ者、ほんまに。皆さんをいじめないの。キャベツ太郎出たら、まあ、じゃあ、キャベツ太郎でもそうやな、欲しかったな。あ、そう、あ、そう、あ、そう。じゃあ、終わり。で、俺はプラス3点さっきのが入るから、うん、一旦俺はここは出たかな。うん、私も出た。はい、出た。はい、うん、じゃあとりあえず現状言うか。俺34、44 74 63イエーイ。今のところやばいやばいやばい、マジで。まあ、まだ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 、あと6が2枚ある。じゃあ、あれ水が、誰から行く？俺から行こうか。うん、34プラス、うん、2、なんか何個繋がってるかやな、うん、1、2、3、4、うん、これ単独ってこと？単独やな。4か、だから2、4が8やから、34たす8で42、俺。はい。75。山田が。おかしいもんな。1、2、マジ強え。4、5、6、7。ほら、もうこれも14。プラス14で、88。じゃあ山田さんが88で、キーさんが75。で、俺が42。じゃあ違う、54かな。いや、自分おかしいぜ、それは。いや、強くね。いやー、なるほど。めっちゃ3点チップ持ってたもん、山田。え、これ、リナさん、敗因は？絶対敗因はない。いや、でも俺は90点あげれるゲームかなとは思います。昨日とかやったからな、あんたは。な、負けてても楽しめるゲームかも、俺的にはね。いいんちゃう？いい？